作動装置。作動装置は、機械的機構の一種で、二つの部分の動きの差を、検出、あるいは動力に差をつけ、振り分ける装置。歯車を使った、作動歯車やネジを使ったものなどがある。デファレンシャルギアあるいは略して、デフギア、デフなどとも言う。放置する、リミテッドスリップデフ、LSD と比較する場合は、オープンデフとも言う。 自動車などの車輪の付いた乗り物に使われる動力伝達装置であり、作動装置の中で最も身近に使われているものである。車がカーブを曲がるとき、内側と外側の車輪に速度差、回転数の差が生じるが、それを吸収しつつ、動力源から同じトルクを振り分けて伝えることができる。つまり、一つのエンジン出力を二つの異なった。 回転速度に振り分けて伝えることができる。作動波車は一般的に三輪以上の自動車で利用され、駆動する左右の車輪の軸の中央付近に設けられる。動力のない車輪やタイとなる駆動輪が存在しない二輪車では必要ない。一般的な自動車では駆動輪、すなわち前輪駆動車の場合は、前輪、後輪駆動車の場合は、後輪、四輪駆動車の場合は、 前後両方に一組の作動歯車を持つが、四輪、駆動車の場合はさらに前輪と後輪の回転差を吸収するため、もう一つの作動歯車、センターデフを持つことがある。これは、フルタイム四駆と呼ばれるもので、エンジン出力はまず、センターデフへ伝えられ、そこから前後のデフに配分されることになる。パートタイム四駆などの二輪と四輪駆動を任意に、 切り替えることが可能な一部の車種では、駆動力取り出しのトランスファのみの装備で、センターデフを備えていないものもある。これは、未舗走路では、タイヤと路面との摩擦力が小さいので、前輪と後輪の回転差が生じてもタイヤが路面と強制的なスリップを起こすので、デファレンシャルがいらないためである。しかし、舗装路などのスリップを起こしにくい状況では、スリップできない車輪より生み出されるトルクが、 駆動機構に逆方向の入力を生じ、大きな負担となり、機構にダメージが生じる。これは、フルタイム四駆のセンターで F を直結させた場合も同様である。また、駐車場などでハンドルを大きく切って小回りすると、逆入力されたトルクにより、いずれかのタイヤで、ブレーキが入力れる挙動を起こし、車体全体が不快な振動に見舞われるタイトコーナーブレーキング現象を起こすことがある。 作動歯車はまず外側のリングギアに動力が伝えられる。リングギアには左右の車軸につながるサイドギアと、その両者をつなぐピニオンギア、小歯車を収めた枠が直結しており、それごと回転する。リングギアを固定した状態で、サイドギアの一方を回転させたとすると、ピニオンギアを介して、もう一方は逆方向に回転する。一方、車輪の片側を固定し、 リングギアを回した場合、もう一方の車輪が2倍の速度で回転する。実際の車輪の回転はこの中間においても無段階に変動し、両輪の回転数の平均値がリングギアの回転数と等しくなる。結果として車両は直線であれ、曲線であれ、車輪がスリップすることなく滑らかに走行することができる。その時のリングギアの回転から求められる速度は、 車両の左右の中心線の値となる。一方で問題点もある。車輪の片方が溝に落ちた、あるいは氷に乗り上げたなど、無負荷状態あるいは無負荷に近い状態になった場合、その車輪に対する高速力、トルクが著しく小さくなるため空回りしてしまい、もう一方の地面に設置している車輪を回転させることができなくなってしまう。このため、実際の走行では、 脱出が困難となる。リングギア、青の枠とピニオンギア、緑は固定されているが、リングギア、青とサイドギア、赤、木は同じ軸に通してあるだけで連動はしない。オープンデフが抱える無負荷状態の車輪側を空転させてしまう欠点の解決のため、まず最初に何らかの方法で作動装置の固定、解放を制御するデフロック、DL、 作動固定装置が考案された。その名の通り作動を強制的に固定するもので、側面ギアの回転を抑制し無負荷状態の車輪の空転を防ぐものである。これにより悪路、とりわけデーネー路等の極端に、ミューの低い路面の走行時や、スタックや脱輪からの脱出時、あるいはドラッグレースのスタート時など極端に、駆動軸へのトラクションが大きくなるつぼねでも、 車輪へ確実に駆動力を伝えられるようになり、走破性や発信能力が向上した。4WD においては車軸のみならず、センターデフを固定することで、スタックからの脱出性能をさらに向上させられる。センターデフロックなどの機構も実用化された。デフロックには大きく分けて3種類が存在し、通常はデフロック状態であるが、 動力源と左右の車輪間の回転差やトルク差などの諸条件が合致した場合にデフロックを自動解除するオートデフロ。通常はオープンデフとして機能するが運転手のスイッチやレバー操作により強制的に固定状態とする機構を追加したセレクタブルデフロック。オープンデフを単純に溶接などの方法で完全に固定してしまうスプールデフに対別される。しかし、 デフロックは作動機能を捨ててしまうために、作動固定中は極端に旋回性能などが低下し、左右の車輪の回転差も吸収できなくなりタイヤの摩耗も激しくなるという欠点がある。比較的コーナリング性能を考慮したオートデフロックの場合でも、多くは作動固定と固定解除の制御を遠心力で断続するドッグクラッチに頼ったために、走行条件により、 ドライブフィールが急激に変化する場合が多く、ドライバビリティは必ずしも良好とは言えなかった。例えば、マッスルカー時代のアメリカ車で多用されたデトロイトロッカーに代表される旋回中の左右車輪の回転差を検知して固定解除を行うものの場合、コーナリングの最中に突如固定解除が行われることからハンドリングがアンダーステアからオーバーステアに位置に変化するという、 独特の作業特性が存在した。こうした欠点の克服のために、後述のリミテッドスリップデフが考案されるようになり、現在では、オフロード走行を特に重視したクロスカントリー型4、WD 車や一部の輸送トラックなどにセレクタブル、デフロックが装備される程度で、ドラッグレースなど極端な直進性能を求める、競技車両などを除いては、一般的なスポーツ走行車両はほぼすべて、 LSD へと移行している。その名の通り作動を条件に応じた制限を持たせたもので、デフロックと同じく駆動輪に空転が発生すると路面に駆動力が伝わらなくなってしまうデフギアの欠点を防ぐものである。デフの作動を止めてしまうデフロックでは旋回性能が低下するため必要な時にのみ作動を制限するリミテッドスリップデファレンシャル LSD 作動制限装置が考案された。これにより、コーナリング時に内輪の荷重が抜けて空転しても、確実に駆動力を伝えられるようになる。また、悪路や滑りやすい路面状況での片輪の空転においても、自動的に作動を制限し、その程度もデフロックのような固定ではないため、極端な操縦性の変化も起きにくい。作動制限の方式により、 様々なタイプの LSD が存在するが、大きく分けて、トルク感和式、回転感和式、アクティブ制御式の3種類に分類できる。入力されるトルクの反力が一定以上になると作動を制限する、方式。左右の車輪、センターデフであれば、前後の車軸に生じた回転差が一定以上になると作動を制限する、方式。新しい技術として、 電子制御された作動装置がある。コンピュータが各種センサーからの情報をもとに動的に作動制限効果の制御を行うものである。ラリーなどレース用の車で用いられることが多く、世界ラリー選手権での使用は一般化している。世界ラリー選手権では2006年よりセンターデフを除き禁止された。物理的な機構としては、 油圧で摩擦板の圧力を調整することで機器を調整する油圧式、電磁クラッチを利用する方式の2種類がある。市販車では、日産、スカイライン GT-R のアクティブ LSD や三菱、ランサーエボリューションの ACD、スバル、インプレッサの DCCD、フェラーリカイ430などに搭載されている。従来の LSD とは全く異なり、 作動制限にデフケース内のデバイスを用いるのではなく、ブレーキを用いることが特徴で、トラクションコントロール技術の派生形である。システムが、車輪の空転を検知すると空転輪にのみブレーキをかけることで、作動制限装置と同様の効果を疑似的に再現する。日産やフォルクスワーゲンなど、各社が開発を行っている。なお、このような装置が登場する以前にも、 オープンデフで、駆動軸とパーキングブレーキの制動輪が一致している。車両に限り、片輪が空転してスタックした際に、坂道発進の要領で、パーキングブレーキを断続的に引くなどの方法で、空転している車輪を含めた、駆動軸にブレーキをかけることで空転輪を強制的に止める作用を働かせ、結果として、 作動制限装置と同様の効果を記似的に再現する走行技術が未補走路や、雪道の走行では用いられていた。デフ内に変速機を内蔵し、変速機により増速、または減速を作り出し、左右の出力軸に電子制御クラッチで伝達することにより、アクティブに回転差を生じさせるとともに、左右輪のトルカ変化により、要モーメントを 強制的に発生させることで旋回性能を向上させた。また SHOD は後輪リデフの入力側にも変速機による増速機能を持っており、左右リンで3セットの変速機を持っている AYC、アッツは2セット。市販車では三菱、ランサーエボリューションの AYC や、ホンダプレリュードのアッツ、ホンダレジェンドの SHOD などがある。 作動歯車ではないが、同じ効果を狙ったものとして、ミニ四駆のグレードアップパーツ、ワンウェイホイール、四輪駆動車のフリーハブに近い構造、がある。機構としては自転車に使われているものと全く同じで、これは、ホイール内部にピニオンギアを入れ、コーナリング時に、外側のタイヤを空転させることで、コーナリング抵抗をなくすものである。さらに左右の作動だけでなく、 前後の作動を吸収する必要がある場合にも、ワンウェイホイールが用いられる。ミニ4駆はその原理上、前輪と後輪が完全に同じ回転数で、連動しているため、体型と小径の車輪を混在させる場合は、原則として少なくとも、小径側には、ワンウェイホイールを用いることになっている。電動ラジコンカーなどでは、フロントデフにワンウェイ効果のあるものを使用し、 さらに前輪を象形化することで後輪が空転した場合のみ前輪が駆動するようにセッティングする場合がある。ただし、この機構の場合、内輪側の駆動に対して外輪の駆動を加速方向にキャンセル、滑らせるさせる機構のため、自動車という乗り物の構造上、コーナリングで遠心力による荷重が外輪にかかりか、外輪の駆動力が強く要求されるという通常の状況では、 外輪の駆動を加速側に滑らせることが事実上不可能である。このため、実車での搭載例は極低速の車両にしかない。ランドローバーシリーズ愛初期型及び、スバルドミンゴ初代フルタイム四輪駆動仕様の前輪に使用されていた。作動装置には、ネジを使用したものもある。二つのわずかに、ピッチの異なるネジを同時に回転させることにより、その差だけ動かすことができる。 これの利用例が、マイクロメータの非常に小さな動きから、寸法の高精度な測定である。図の場合 A が 0.8mm、B が 1mm のピッチとすると1回転でその差の 0.2mm の動きをする。作動歯車の発明については、諸説があるが、古代から現代に至る、知られている例をいくつか挙げておく。電気自動車などで見られる。 車輪単位で動力が伝えられるような形式、インホイールモーターなどの場合、作動歯車は必要ない。ゴーカートなどの簡易な自動車でも省略され動力が直接左右の車輪に伝えられる。そういった車がまっすぐ走る場合は特に問題はないが、ドライバーの技量によっては曲がろうとすると、どちらの車輪がスリップし、制御が難しく、タイヤや路面を痛めることもある。ゴーカートや、 レーシングカートの場合は、車体フレーム合成を調整し、コーナリング時に駆動輪の片方が地面から浮き上がる、要走行するテクニックを用いるため、作動装置は必要ない。これは重量のある作動装置を省いた軽い車体を作るためである。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。